こんにちは、行政書士試験合格チャンネルです。いよいよですね、本試験も近づいてきましたので、短時間で行政書士試験必要なですね対策ポイントお伝えを今日もしていきます。是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。今日はですね、前回に続いて個人情報保護法の第三者提供の、今回はオプトアウトについてご説明をしていきます。まあ、23条2項にですね、具体的な内容が記載されています。このオプトアウトですね、言葉多分聞いたことあるんじゃないかなと思います。少しですね、複雑なところもありますので、ポイントですね、しっかり整理していただければなと思います。まあ、このオプトアウトですね、まあ、どういうことがこの23条2項定められているかというと、まずですね、一言で言うと、この本人の同意をあらかじめ得ないで第三者へこの個人データをまあ提供できる仕組みということがですね、ここ定められているんですけど、もちろんですね、そこには一定の条件がですね、記載されています。その条件がですね、どのようなものになっているのか、どういう仕組みになっているのかっていうところがですね、チェックポイントとなりますので、ぜひ押さえていただければと思います。まずですね、最初に押さえるべきポイント、こちらですね、本人の求めに応じて第三者への提供を停止しますよというふうにはしている場合において、この5つですね、この5つの事項をあらかじめ本人に通知して、またはですね、本人がまあ容易にまあ知り得る状態に置いておくと。で、かつですね、この個人情報保護委員会に届け出した時にですね、この本人同意をあらかじめ得ないで第三者へ個人データを提供できるということになります。ではですね、どういう事項をですね、本人にまあ通知しておかないといけないのかっていうことがですね、説明をしていきます。まずですね、第三者への提供を利用目的としているということ。そしてですね、2つ目、第三者に提供される個人データの項目。そして3つ目が、第三者への提供の方法ですね。どういうふうに第三者にその本人の個人データをまあ提供するのかっていうその方法ですね。そして4つ目がですね、本人の求めに応じて第三者への提供を停止しますよということ。それから5つ目がですね、その本人の求めですね。ここで言われているまあ本人の求め。これをですね、まあ、受け付けるその方法ですね。それも本人にあらかじめですね、通知し、またはですね、本人が容易に知り得る状態にしておくと。まあ、例えばですね、そのホームページに記載しておくとかですね、そうしたようなことですね。そうしたような状態にしておいてですね、個人情報保護委員会に届け出したときは、あらかじめですね、本人の同意を得なくても第三者への個人データへの提供ですね、これがしてもいいということが定められています。この一連の仕組みがですね、このいわゆるまあオプトアウトと言われるものになります。まあ、23条2項にですね、この内容がですね、記載されていますので、ぜひですね、チェックポイントとして押さえていただければと思います。まあ、いよいよですね、本試験近づいてきて、特に一般知識もですね、やはり足切りあるので気になるところだと思います。で、個人情報保護法はですね、やはり出題頻度かなり高いですし、まあ、対策必須の法律でもありますので、ぜひこの分野もですね、対策怠らないようにしていただければと思います。まあ、それではですね、本日は以上とさせていただきます。今後もですね、本試験に向けて、まあそれ以降もですね、お役に立つ情報ですね、配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日は以上とさせていただきます。本日もですね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。